僕は砂漠を歩いていた。砂漠だというのに不思議と暑くはなかった。歩き出すと細かい砂が足にまとわりついて重い。行けど行けど景色は変わらない。ここに存在するのは僕と果てしなく続く砂の塊だけだった。重い足を振るい歩みを進めると、遥か先にかすかな光が見える。次第の光るベルト、これは何なんだろう。ここはどこなんだろう。現実と非現実が交錯する。石川県能美市、山あいの自然を眼下に望むその地に、日本のネットワーク研究を牽引する施設が位置している。北陸スターベッド技術センター、国立研究開発法人情報通信研究機構の一角をなすその施設には、民間、大学、公的機関からさまざまなネットワーク分野における有能な研究員が集結。世界有数の規模を誇る PC サーバー群を用い、大規模エミュレーションテストベッド、スターベッドの研究開発を推進している。テストベッド、それは大規模なシステム開発で用いられる実験用プラットフォームの総称である。実際にシステムが運用される環境に近い状況を再現し、その状況下でさまざまな問題をテストする。技術や製品を実際のネットワーク環境に導入する以前に、想定されるエラーを洗い出し未然に防ぐことができるのだ。それはまるでサイバー実験における医学実験用マウスのような存在。北陸スターベッド技術センターに設置されたテストベッド、スターベッドは1000台を超える大規模な PC サーバー群である。当センターは開所当時からこのスターベッドを用い、時代とともに進化するネットワーク技術に合わせた研究プロジェクトを推進し続けてきた。21世紀初頭、インターネットとブロードバンドの普及が始まり、世界を変える新しい技術に人々は歓喜した。それらを組み込んだシステムやサービスの検証には、実際のネットワーク環境を想定した大規模な実験環境が必要とされたが、当時実験に利用されていた PC サーバーはせいぜい10台程度と、実環境とはかけ離れたものだった。そこで2002年、500台規模の PC サーバーを導入し、それまでとは比べ物にならないほど大規模な汎用インターネットシミュレータースターベッドを開発。大量の PC を設置することで、本物のアプリケーションと本物の機器を動かす大規模かつリアルな検証基盤を構築。これが第1期スターベッドプロジェクトのゴールであり、後に続いていくスターベッドプロジェクトの幕開けとなる。そしてスターベッドは目まぐるしく変わる世の中の流れとともに進化していく。想像を超えるほどに速いスピードで、インターネットは人々の生活に欠かせないものとなった。あらゆるものにコンピューターが内蔵され、いつどこにいてもネットワークにアクセスが可能な時代が到来した。2006年より始動した第2期スターベッド2プロジェクトでは、温度や湿度を感知するセンサーや家電など身近なものに実験対象を広げ、膨大な計算処理の負荷に耐えうる基盤を構築。部屋の形状、
その中に置かれた障害物、そして私たち人間の動きといった、さまざまな要素の状態の変化によって通信状態が変わる無線環境のシミュレートを可能にした。2011年第3期スターベットキュービックプロジェクトは、第1期第2期で得た研究結果をさらに広い範囲の対象物に応用するだけではなく、100万台規模での実験を可能にし、より大規模かつリアルな実験環境を構築した。現実と非現実がその境目をなくし溶け合っていく。しかしスターベッドはまだ歩みをやめない。インターネットオブシングス、すべてのもの、こと、人がネットワークに接続される IoT の時代、人とデバイス、その関係はどんどん密接になっていく。車と人間の例を見てみよう。2017年現在、人が運転に全く関与しない完全自動運転を実現するには数多くの課題が残されている。信号が変わるタイミング、他の車が走るスピード、横断歩道を渡る人の動き、あらゆる事象を検証できなければ事故のない安全な自動運転はありえない。このように人間の行動や生命に大きな影響を与える IoT 技術の安全性を確保するため、これらの事象を模倣する検証基盤の研究が今後の最重要課題となってきた。そこで2016年スターベットホースプロジェクトが始動。災害が起きた場合どのように避難するか、ある町に一つの建物ができた場合、人の流れ、風の流れ、お金の動きはどのように変化するか、危機の検証だけでは世界の事象を模倣することはできない。本物の人間が仮想世界に作られた実験環境の中に生き、人の動きや物理現象ですら実験するリアルな検証基盤の構築、それこそがスターベットホースプロジェクトが目指すところなのである。製品開発や技術の検証を目的とし、すでに多くの企業や大学がスターベット上に作られた大規模かつリアルな実験環境を活用している。自動運転を可能にするソフトウェアのアルゴリズムを検証する、多数の利用者が想定されるサービスのキャパシティを確認する、外部から遮断された環境の中でサイバー攻撃から身を守る演習を行う。このようにこれまで多くの商品化、実用化に貢献してきた。スターベットは検証する対象物や新しい技術、世界の動向によってその姿や価値をさまざまに変化させる。人々が持つアイデアの数だけスターベットの未来は広がっていくのだ。アンリアル、スターベット上で実験したあらゆるもの、あらゆることがリアル、現実世界に持ち込まれ、この世界はもっと便利で楽しくなる。この宇宙に存在するすべてのものを取り込みスターベット上で実験する、そんな時代がいつか来るかもしれない。現実と非現実が交錯する世界、その入り口はここにある。